こんにちは、マルです。天気良くなったね、春だね。というわけでね、春にちなんだ、いいところをちょっとご紹介したいなと思います。今日はね、渋川市は、渋高線沿いにね、新しくできました、カフェチルコリーノさん。こちらですね、出来たてほやほやです。いい外観でしょ。早速ね、僕入ってみたいと思います。広い店内はね、カウンター席とこちらのテーブル席合わせておおよそですが30名様ほど入りますので、ぜひぜひね、パーティーや、その他ね、女子会などなどにも使えるお店なのでね、ぜひ来ていただきたいです。来た。本日の一品料理でございます。来ました。こちらはね、大和豚を使った、お肉の料理なんですが、先ほどね、シェフの方からお名前伺ったんですがね、メニューの名前が非常に難しくて僕ちょっと覚えきれませんでした。もうダメ、お腹がね、ペタ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 、何言ってんだ、ペコペコです。というわけでね、いただきます。じゃあね、はい、いただきます。お、美味しそうだよ。お肉プルプル、よく思い出しちゃった。いただきましょうね。いい香り。いや、なんだこのもちもち感。あ、びっくり。あのね、お肉自体がね、すごくこう甘いんだね。こう豚の香りはするんだけど、そんなにね、ブタブタっていう感じの香りじゃない。これは癖になりそうだ。味付けの方もすごくね、シンプルで僕は大好きです、こういうのね。うまい。すごく美味しいの、このね、上に乗っかってこの、こっちもね、また一味違ったトッピングがあります。うまっ。食べる食べる、ほらこんなに今日いっぱいある、食べる。あげない。非常に美味しいお肉なんですけど、こちら僕覚えきれなかったです。これ名前なんて言うんですか。サルティンボッカという料理で、イタリアの方の郷土料理とか。ほう、はい、サルティンボッカ、はい、口に飛び込むっていう意味があって、うん、薄い肉なのでもうすぐ焼けてすぐ食べれるっていう、はいはい、そういう意味だ。非常に美味しいんです。これ食べに来た方がいいよ。これね、多分これ他のところ、僕いろんなところを食べてきたけど、こういう味っていうのはね、初めて。フォカッチャというパンで、はい、イタリアのパンですね、はい、もう簡単にできてしまう。簡単にできてしまうっていうことは、これは外から仕入れてるんじゃないんですか。ではなくて全部うちで、はい、手作り、はい、本当にバターとか何にもいらない、このままだけで美味しい、しかも手作り、愛情たっぷりよ。やっぱうまいこれ、うん。4月12日からオープンしたカフェチルコリーノです。皆さんのお越しをお待ちしてますので、よろしくお願いします。